あれあれ,れやんなっだそうだそだタイトル思い出せないわあのハの考察機 y o とよくしゃべる脚本のやつうわ何だっけな無限まやかした。 大前谷総樹です高野湊です無限まやかしは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございますおーえ今回は坂本雄二さん脚本小枝裕和監督の怪物でございます怪物です映画怪物 いや待ちに待ってましたよ本当にこれを語らずして何を語るっていうレベルのが来ましたよ本当にそうですね本当ずっと待ってましたよ、ね、初日に見ましたね二人ともと、ね、初日です初日です、ね、本当にそっからちょっとスケジュールが合わなくて、うん、空いてしまったんですけれどもただその間にね、はい、あのえっとシナリオブックとかが出たりとかそうなんですよ あの、結構いろいろ咀嚼する時間もあ,ありました。あって。で、まあ、3の意見もまあ、うんっていう意見もまあ、いっぱい出て、うんその、考える材料は正直結構揃ったのかなっていうぐらいのタイミングですね、今はね。ねはい。その上で、うん、まあ、僕の,もうあの最初のスタンスとしては、はい、もう大絶賛も3の3です。おお、そうか。もう、火の打ちどころがない。うん。鈴す,すぎる。もう本当、圧倒されましたね。もう、あの、全くもって、うん、もう、叶わないと思った。 そうだよ第一印象はそうだよね。いや、俺もさ、一応ね、脚本家ですよ。一応ね、で、ちゃんとさ、民放ドラマさ、20話オリジナルで全話書いたりさ、今だって、王様戦隊キング・オージャって、朝の戦隊ものですよ。毎朝起きて書いてるわけですよ。そう、毎朝、その日に書いてるわけじゃないよ、日曜の朝そう、もうそれ書いてさ、だってそれだって、もう、映画もやってますしね。そう、映画もやったりとかしてるわけよ。ちょっとさ、 自信持ち始めた頃だったんだよ。そりゃそうでしょ。思っていいだろそれくらいは。そんな人なかなかいないから一応まだ20代だからね。いや、そうですよ。で、その身でさ、見てさ、もうべっためたに打ちのめされたよ。やっぱそうなるんだ。すごすぎる。面白いな。すごすぎる。本当に。詳しく教えてくださいよ。僕ももう素人目にすごいなとは思いましたけど。はいはいはい。 やっぱ具体的に打ちのめされたポイントが多分違うと思うんだよな、ね。そうね。でも、ちょっと今回は、うん、あの、まあ、あの、多分ね、今後、延々喋る気がする。はい。だから、まあ、イントロダクション的に総括してまとめると、まずね、やっぱね、まずはシンプルに感動しました。はい。なるほど。もう、ボロンボロ泣いたよ。うん、で、あと、心をぐわんぐわんに揺さぶられました。うん、もう、これもそうですよ。うん、でね、僕はね、やっぱね、一個、脚本家としてって言いつつも、 僕今回やっぱり何が起こったか何がすごいと思ったかって、うん、これだ監督と坂本さんという超一級の監督と脚本家が、うん、もう怪物ですよまさに、うん、怪物と怪物がぶつかり合って、うん、とんでもないものを作ったっていう感覚、うん、それがねまずねすごかった、はい、ちょっと一旦その脚本の細かいところとか言い始めるとキリがないんで、うん、全体の印象ではそうなんですけどやっぱあの坂本さんの 脚本した作品で言うと、はい、映画で言うとあの花束みたいな声をしたがあったじゃないですか。あれもめっちゃくちゃ面白かった。うん、すんごい良かった、うんですけど僕の印象ですよ。はい、あれはやっぱねドラマの延長だなとちょっと思ったところがありますね。なるほどう まああの、やっぱ脚本の感じもそうなんですけれども。うん、監督もね、ドラマも撮る方ですもん、ね。そう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 、ドラマ。そうそう,そうそうそう、はい、ドラマを撮る方っていうのもあったんで。うん、でも、是枝監督って、ゴリゴリの映画の方じゃないですか。うん、そうですね。一回だけドラマやったけど。うん、そうですね、そっかそっか。挑戦だった感じですよね。うん、むしろ。で,はね、で、まあ、カンヌでもちろん常連の方ですし。で、しかも是枝監督は、基本ずっと、 人の脚本のやつほぼやらない。やってない。デビュー作以降やってない。ね。やってないからですよね。うん、で、しかもその脚本も現場で、そのまま口述で子役の方に伝えるっていうのが有名じゃないですか、うんうんうん。とか差し込みとかが多いとか、ねうん。そう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 、うん、っていうのを言うくらいだから、うん、まあ、ガチガチに組んだ脚本っていうイメージがあまりないわけですよ。ないですね。それと、 ガチガチの脚本という,かもうロジックの、<ー>もう、僕はやっぱ坂本さんはロジックの人だと思ってるんですけども、その緻密に構成された、うん、もう美しいパズルのような脚本を書く、うん、その最高峰みたいな方と、<ー>僕はその対局にいると思ってるんですよね、うん、そっかそうか、言われてみればそうか。まあ印象ですけど、うんうん、っていうのが合わさって、うんうん とんでもないところに飛んでいったっていうそうかそうか。言われてみればそこは対照的なのか。うん、僕はそう思いました。あの、あ<ー>えっと、なんかね、扱ってるテーマとかは、うん 似てるるものがあったりすすんでよね似てますね。ある時期以降すごく似たっていう感じがあるそうですよね。やっぱりこう坂本さんは犯罪加害者とかを描いてみたりとか結構攻めた社会的なテーマを扱ったりするところにある時期からなっていったりとかして小枝さんもそういうところがあったりもするっていうのもあるから印象としては確かに扱ってるものは似てるように見えて僕としては作家の種類としては 真逆な印象だったんですよねそ,うかでそれがバッチンバッチンにぶつかって、うん、もう全く違うところに飛んでいったっていう感覚があるすごかったですねやっぱもう映画だと思ったしあどっちかがどっちかに飲まれることもないっていう、うんうん、ただただお互いのその怪物レベルの力がそのままぶつかってそのまま作品に昇華されたようなものだったなっていうのが、うん、かだからあんだけの作品のパワーがある、うん っていうのがまず一つ山椒構成になってて山幕仕立てになっててここはこれ枝さんっぽいなとかここは坂本さんっぽいなとかはまああるけれどもでもそれによってどっちかの個性が消えてるとか弱まってるとか潰されちゃってるみたいなことは全然感じなかったですね。くないいででですすねねああれ時時時間間ってののもご密度今半かかるよ 意外と短いなっていう印象ですもんね。そう。見終わって時計見たら。うん。でも、密度は全くそんなこと感じさせないじゃないうん。あれもすごいね、最近やったら。前後編とかにするようなね。するような内容でしょう。ですよね。最近もう2時間半とか3時間の映画当たり前になってきたじゃないですか。うん。でもなんかそれも、ちょっと僕もやむなしだと思ってるのは、もうね、2時間で描ける物語に限界が来ている。そうか。っていう感覚はある。あと、ネットフリックスのとかの配信ドラマっ ですか、はい、でもそれっても,もはや6話のドラマじゃなくてだから6時間の映画として作られてるっていう感覚すら今あると思っててもうねそのね物語の限界っていうのをちょっと僕もやっぱり感じるんですよ書いてても。それはその今までだったら、うん もう主人公の正義を描いてればよかったけれども。そうそうそう,そう,そう,そういやいや、この人にはこの人の事情があるんじゃないかっていう悪役を悪役たらしめる。ことを描き込まないと納得できないだろうな、うん、お客さんは。っていう補助線とかをちゃんと引いてたら収まんないよっていうような感覚ですかまあもちろんそれもありますし、うん、あの、そういう世の中になってきてるとも言える。その一個の価値観っていうのを、うん ゼとしないというか、うん、そのなんかみんなが一個に向かっていく、そのシンプルさが、今はこう多様性の時代とも言われてるし、どんどんなくなってきて、いろんなものを描く必要が出てきてるで、ね。うん、で、それが2時間ではやっぱとても収まらなくなってるし、で、さらにはやっぱ映像の進化とかが、 逆にこう足かせじゃないけど<ー>今まではやっぱ映画って本当の最先端だったと思うんですよいろんなものの技術とかお金とかが集まってあの新しいものを出すっていうところだったと思うんですけど、うん、その技術とか映像もある意味頭打ちになってるというかまあ確かにそういうことかだってそのこの前い,いつかのめぐみまやかしで、うん、CG 論について話しましたけど新仮面ライダーの終盤ですね<う>多分ねそうですね、うん、その CG とかの進化っていうのが、うんうん もう来るとこまで来たなっていう感じとかもあるじゃない。そうそうそうもういらないよっていう。もう,ね、もうやってもあんま分かんないよいう。そう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 。だからもうある種ちょっとこうループに入ってるというか。そっか。うん、目新しさを作ることが。そう,そうか。目新しさを作るためにも要素足すと長くなっちゃうのか。そう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 。みたいなこともありつつ。むしろ技術で足せない分、うん、話で足そうと思うとただ長くなるしかないっていうところもあって。うん、なるほど。やっぱりあとは映画も言うて歴史は100年くらい。うん でも100年の歴史でどんどんやっぱネタが尽きてきててるそうですよねだからやっぱりリメイクとかリストとかがすごい多くてオリジナルってほとんどないなみたいなことにでもやっぱり物語って長くなればなるほど描ける幅がどんどん広がっていくっていうのもあってドラマっていうのはやっぱり物語を語る上ではすごいし、うんはい、まあ映画の尺が伸びるのもやむなしだと思うんですけど、うん、今回2時間ですからね。うん、2> 2時間でやっぱもうこれねこれがなぜできたのかっていうのの一個答えみたいなのを。 えっと、パンフレットかなはい、はい、で、あの、インタビューであったのが、はい、そのまあ、声をかけた、河村元気さんがプロデューサーでいて、うん、もう一方いるんですけれども、うん、声をかけた段階での、その提案として、はい、一つの出来事を複数の視点から描くことで、はい、坂本さんがドラマで描いてることの、 同じ密度を映画に落とし込めないかっていう提案をしたらしいの俺、これが一番腹落ちした。あれ、俺そこ、パンフレット読んでないな。本当、もしかしたらインタビューかもしれないな。でも、俺それがすごいと思って、2時間の映画で短いのに、なおかつあれ、映画の中で起こってる出来事って、実は少ないのよ。数日そう、本当に数日のことだし、実際に起こった出来事も、出来事だけを切り取ると、 えっと、暴力教師が、え、誤った、っていうだけ。だけですね。そう。子供たちがどうなったかは、そう。わかんないですもんね、事件としては。うん、事件としてだから予告で全部出てるんですよね。そう、予告で出てるのよ、事件。子供の喧嘩に見えた、そう。子供たちが見えた、だけですもんね、事件は。本当にそれでしか起こらないの。いや、そうだ起こることとしてはそれだけなのに、それを、 まあ参照構成。まあ正確に細かくすると他にもいろんな視点があるんだけれども、ね、3つの視点感じら、うん、3つの章立てで同じ出来事を描くことで、うん、これはもうそのドラマ並みの情報量になるんだという。あなるほどね。そうそうそう。だから出来事を描くのではなく、うん、一つの出来事に対する人間を描くという意味では、やっぱり深く描くっていう意味では、この手法、 が正しかったんだっていうだからともすれば、うん、何も起きねえ映画だなと思われても仕方ないのよいやそう思う人がいてもしょうがない,いしょうがないと思うすごい鈍いって言ったらあれだけど本当に見る気がない人が見たら、うん そうかもしれないですよねとかまあ言語わかんなくて字幕一切ついてないとか <laughs> まあねそのレベルになったらそうなんだけど作品で子供が見たらとかまあ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 。そう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 ん、だからここがやっぱりそのドラマと映画の違いでもあって、はい、映画っていうのはやっぱり時間も限られてるし、うん、大きなスクリーンで大きな音で聞いて楽しむものだから、うん、やっぱりど,どうしたってダイナミズムの方に、うん 生きがち。で、それを楽しむものでもあるし、ドラマは逆に長い時間をかけて、じっくりと人を楽しむ。そうですね。愛着とかね。そうそうそう。人間というものを、その、一つ一つの出来事、エピソードの積み重ねによって味わうもの。それを融合する方法が、一つの出来事を複数の視点から描くってことだったんだっていうのが、俺非常に腹落ちしたの、これが。やっぱり坂本さんは、やっぱりドラマの人だと思う。 あのあのご自身もドラマとあんまり変わんないメソッドで書いたみたいなこともおっしゃってましたね。うんうん、で俺が花束みたいな声をしたを見た時に思ったのもそれだったの。うん、さっき言ったドラマの延長の感じがしたっていうのは、うん、決してそのドラマを下に見てるとかそういう意味ではなくて、うん、ドラマの方法論でドラマを2時間にまとめたっていう感覚があったでそれが実際面白かったんだけど,ど今回はちゃんとその坂本さんの,そのドラマで、うん まあこそって言っちゃうとちょっと語弊があるかもしれないけど、うんうん、ドラマで培ってきたもう唯一無二のあの武器、うんうん、あの殿下の宝刀を映画で全くその切れ味を損なわずに出す方法っていうのがあの三照仕立てだったんだっていう。うん、なるほど。同じ小さな出来事をそれぞれの人の視点から描くっていうことだったんだっていうので非常に腹落ちして、うん、だからやっぱりで、ね、もね、深さが違うのよ。 それはその坂本さんのドラマで培ってきた、うん、その天下の宝刀っていうのは、うん、まあいろいろあると思うんですけどうん、うん、ていまあいろんなテクニックとかうん、うん、その主義とかの集積だと思うんですけどうん、うん、例えば具体的にこういうところだよっていうの1個あげるとするなら。具体的に挙げるるとするなら、うん、あの誰も見たこ うわ、確かに。ドラマでしかできない気がするわ。確かに。できない気がする。そっか。でも映画、そっか。その人が10は生きるってことだと、ドラマになるけど、映画だと、そうか、そういう人が3方向からいる坂本さんの作品って、ありがちな人出てくる、来なくないそう。あの、現実にはいがちなんだけど、フィクションの中にいない人が出てくる。そうそうそう。 いるけど、うん、いるとなかなか認識できてない人っていうか。そうですよね。<あ>それはこれの作品でもまあ大きく言うというすよ、ね。わかるわかる。そう。だから坂本さんの手でキャラクターとして描かれて初めて認識できて、うん、あこういう人いるって思うし、うん、どうしても愛着が持ってしまう。うんうん、で、しかも坂本さんの物語、そういう知らんけど知ってたっていう人たちを重ね合わせて、うんうん、特に最近の作品は、もう全く予想できないところに持っていく。 そうね。あのね、あの人の物語の結末を予想できる人、まあいないと思う。今のあのねはちょっとややこしかった。あのねややこし、あ、やばい。あのねって作品ありますからね。あ、やばい、ややこしかあのさ、そうそうそう。坂本さんと、やっぱドラマのオチとか、あとどうやって展開していくのかっていうのを予想できる人ってまあいないと思うんですあ、無理だよね。無理ですよ。無理。で、それを、 できるのはやっぱりこうドラマだからだと思うんですよ。やっぱ長ければ長いほどそういうことってやりやすかったりするけど、うんうん、今回は2時間でそれやりましたからね。 ああ、だから、それも含めて、ね、やっぱり僕はどうしてもその坂本さんへの思い入れの方がちょっと深いところもあって、うん、坂本さん視点で言うところはあるんですけども、うんうん、もちろんやっぱり映像もすごいから、最初に言ったように、やっぱり映像の撮り方とか演出もすごいからこそそこに行ったんですけれども、うんうん、っていうのがちょっと統括かな、なんか。だからまあ、あの内容に一切触れずに、うん。触れなすぎるな、ちょっと。<laughs> <laughs> もうちょい触れてもいい気がする。<laughs> あ、そう、触れてもいい <laughs> <か>でも、セリフとか、 あ、そう。でも、セリフ、まあ、設定、うん、こう、場面の並べ方、みたいな、うん、こう、脚本の要素、ざっくりの要素ってあるじゃないですか。うん、ああ、でも、むずいか。まあ、細かくなっちゃうからあ。まあ、じゃあ、あの、全体の感じで言うと、はい、逆に言うと、坂本さんの作品って技巧的で、うん、すごいロジックって感じ、い言いましたけど、うん、僕はこれが、最も、生きてる生っぽい人間の感じがした。 そこはやっぱ是枝さんの力もあると思うなるほどあ、うん、あそうかあ後から脚本の、うん、シナリオ僕も読んだけど、うん、ほぼまんまではあるほぼまんまですねまんまではあるけれども、うん、なんかこうセリフだなっていう感じが一番しなかったっていう感じがあって確かにそれで すごい台詞があるから、確かに。それに驚きましたね。あ、確かに、その坂本さんが、うん。すごく人気で、うん。うん、その作家性を立ってるがゆえに、うん、結構、一般の知るところとなった。うん。うん ドラマーに詳しくない人でも知るところとなった脚本家の名前じゃないですか。うん、そうですね。で、なんか坂本雄二みたいなセリフみたいな感じで、うん、うこうちょっといじられるみたいな時って、うんうん、割とこう文章で書いたセリフっていうような切り取られ方をすると思うんですよね。そうそうそう。あの普段人ってこういうセリフ言わないよねうん、うん、みたいなうん、うん。なんか名言として考えてきたっぽいことを言う、うんははは。分かると書いてるなら分かるけど、それをその場で言うかなみたいなようななんていうのかな作り物っぽさある意味での。 計算された作り物っぽさみたいなうん、うん、ものは、そんなに変わってないはずなんだけど、うんうん、そんなにすごく数として削られた感じはしないんだけど、うんうん、でも、そう感じなかったですよね。感じなかった。うん、やっぱり人間が喋ってるっていう感じがすごくあって、まあ、いるなっていう、な、うんなら友達とか知り合いにいるなっていう人たちが、やりとりしてるのに、ねうん、俺は本当にずっと揺さぶられ続けた。 あと坂本脚本として坂本さんがもしかしたら分かんないけど是枝さんに寄せてそういうのを減らしたんじゃないかなっていう思うところもちょっとあって。 あの、安藤桜さんが、こう、学校でぶち切れるときに、言葉がテレコンになっちゃって、言い間違えて、ちょっと受けちゃうみたいな変なとこあるじゃん。ああいうのって書く人だったかな、坂本さん。はいはいはい。ってちょっと思った。あそこはなんか、コレー映画だと思って書いてる。なるほどね。いや、わかる。あの、やっぱり、あの、坂本さん自身もコレー監督が大好きで、コレー監督自身も坂本さんが大好きでっていう、お互いがお互いを、もう知り尽くしてる。知り尽く作品の感じも知り尽くしてるからこそ起こってることは、 あると思ったし、さっき言ったみたいに、怒ってる出来事は一個なのに。一、うん、ミリも先が読めなかった。で、しかも先が読めないっていうのは、どんどん展開が転がってくっていうよりも。うん、こっちのに、見てる時に認識を揺さぶられる。いや、そうなんだよ、ね。うん、じゃあ、その大枠の。ネタに触れないテーマ的な話を、うん、<laughs> 僕もなんかついでだから、しちゃうと。この映画を見た後には、うん、やはりこう、やっぱいろんなことをめちゃくちゃ考えますよね。うん、その、すごい考えるけど。うん 結論を何か出すということ自体が、間違ってるのではないかというような気持ちにさせてきますよね。そでそれっていうのは、そのこの映画が、こう僕らに投げかけてきたメッセージでもあるから、その、あ、じゃあこの映画を今何かこう最終的な答えとしてジャッジすること自体も、もしかしたら間違ってるのではないかとまでちょっと思わせてくる。全然なんかもう逆張りと思われてもいいし、ひねくれた考えすぎだと思われてもいいんだけど、 で、なんかそこまでのことをしてくる作品って、うん、前衛的な作品とかだったらあると思うんですよ。ある。とか、路惑的な作品とか、あの、ノワー,ール、悪い、ニューシネマとか、ノワー,ールとか、部類だったら、悪も者、悪いやつが出てくる話だったらあると思うんだけど、悪いやつが出てくる話じゃないのに、じゃないそれをやってるのと、あと前衛ではないじゃないですか。前衛ではない。 ちゃんとわかるドラマだし、うん、これ言うと怒る人もいいかもしれないですけど、でもエンタメでもあるじゃないですか。そう、エンターテインメントとして作ってる。で、劇映画である、フィクションである、オリジナルであるっていうところも含めて、かなりど真ん中の映画、普通の映画なんなら、まあ普通っていう言葉も難しいけど、ど真ん中の映画、王道の映画なんだけど、結論を持つのちょっと待てよ。 っっって言って言くる映画ってすっごい珍しいですよね、うん、珍しいし言っちゃうとなんかこの言葉使いたくないけど考えさせられるっていう。うん、っていう映画はこういう時に使うんだよあんま使うもんじゃないって逆に思うしそうそうでもあのもやっとする終わり方って意味でもないのよね多分ね、うん、どっちにしろ感情は持てると思うんですよね。そ<う>その最後が、うん 上がった。最後が、かわいそうだった。かわいそうじゃない。っていうのは、感触としては確信を持てると思うんですよね。みんな。で、それをこう、自分の心の中に持った上で他の人の意見聞いて、あ、もしかしたらそっちかなとか思う気はするんだけど、最後に感情が宙ぶらりにはならないと思う。そうですね。ですよね。サポートはしてもらえてると思う、感情は。だからこの、僕らが今こう、断ずることができない状態っていうのは、多分完璧に計算されてできてる。うん、そうです作品の中で。こうなって、 くれとすら思われてるような気もする。で、一定数の人が受け入れがたいって言って、一定数の人が称賛して、で、その間の意見とかもあって、みたいなことに関しては、まあ、計算外のこともあると思います。お客さんのリアクションに関しては、まあね。作り手の反省とかは、あると思うんですよ。できたのが2018年とかの企画なんで、そもそもがね。なんだけど、そうでいいよなっていうか、もっとこういう映画があっていいよなって思ったんですよね。っていう。 <laughs> 感想1個目でいいのかな <laughs> <laughs> でも。だからなんか難しいっていうのは俺違うと思ってて、ね。あ、そう、難しいわけじゃないよ。そう、1個1個にちゃんと意味は込められてるし、うん、難解にしようとしてる部分っていうのは別に全然ないんだけど、うんうん、ただ、こっちの宿題は多い。そうね。だから、シンプルに僕がこの映画で一番わかりやすいなと思ったのは、うん、えっと、この映画を表現する言葉として、うん、それこ,こそ坂本さん自身がおっしゃってたけど、うん、えっと自分が、 車を運転してた時に、もうあのエピソードがいいね,ね。前にトラックが止まってて、うん、で信号が青だったのに、うん、トラックが動かなかったと。はい、で、クラクションを鳴らした。うん、そ,しそしたら、うん、そのトラックは横断歩道を渡ってる車椅子の人を待ってたんだっていうことが後から分かって、うん、で、それをずっと後悔してるって、うん、今も反省してるってうそ<う>言ってますからね。だから人が、 知らずに加害者になってしまう。そこは明らかにテーマだよね。うん、そうっていうことについてずっと書きたいと思っていたっていうことを言ってるから、うんうん、僕は、だから、この戸惑いとか見た上でのこれを断じちゃダメなんじゃないかっていう感覚って、うん、やっぱりね、見終わった後に、お前もそうなってるかもだからなって言われた感覚があったの。うん、もちろんそうですよね。うん、で、それって、やっぱりあなたも、 すっごい嫌な言い方すると、うん、分わかりやすく嫌な言葉で使うと、あなたも悪い人かもよっていう気持ちになる。で、それって、到底受け入れ難いよ。そうなんですよね。うん、そこでやっぱりこう、ぐっとやっぱちょっと。 止まるんでですすよねね<う>入り散らないです、ね、自分の心だからそれによって反発する気持ちも分かるし、うん、あの単なる感動として消化していいものではないっていうなんか心の防衛本能みたいなのが働く感覚も分かるんだけどそれだけめちゃくちゃ難しくて多分誰もがやろうと思ってもやらなかった、うん すごいテーマに、これ挑戦した上で、しかもとんでもないあの、そのクリエイター界の怪物みたいな人たちが、それに真っ向から対峙して、うん、で、この作品ができたんだっていうふうに思ってるから。うん、そうですね。うん、だからそのエンタメの要素がもちろん入ってるし、うん、その扱い方にはまあいろんな意見があるのかもしれないけど、うん、ここからエンタメの要素を減らしちゃうと、じゃあ届かないよっていうところになっちゃうんで、うん、そう。その届けて、かつ、でも結論をつけないということをどうしますか っていう超むずい問いをする方法として、うんうん、じゃあ、これ以外が逆にどんな形があるのかな、とも思う。そ,うその、子供たち、主人公の子供たち二人が、うん、その、片方が片方に冗談を言って、うん、で、もう片方がそれと同じような冗談を返したときに、うん、その、え、君が言ってたことなのにその空気になるみたいな、うん、その、君が言うのは OK なのに僕が言うと怖いことになるんかい、みたいなくだりが、まああるんですよね、うん、と,とある。うん なんかそういうことだよなっていう。そっか、コミュニケーションってこっちだけでできてることじゃないよなっていう。そうまあ超当たり前のことなんですけど。じゃあ映画がこっちに発信してきました。でそれに感想を持ちました。うん、で評価しました。うん、で、うん 評価しただけだと別に完結してないというむずいな、でもこれ。いや、むずいけど、まあ僕、ちょっと、なんていうのかな、あの、映画に対してじゃなくて、一個感想に対して、あの、若干苦言みたいなことになるんですけど。ちょっとだけ言いましょうか。ちょっとだけ言うところで言うと、一個ね、人物に一貫性がないっていう表をしてた人がいたの。あ、俺ね、それちょっとね、自分の YouTube のコメントでもちょっと見るんだよな。で、それについて僕が思うのは、そういう人たちは、 多分あ,のある意味で幸せに生きてきてたんだと思う。あ,あそうなの僕が何でそう思うかっていうと、うん、だって人ってこの映画が描いてるのって人は対面する人によって変えるっていうことじゃん。 うん、で我々も変えてない、うん、相手によって例えばなんかあの偉いおじさんと会う時は喋り方変えたりするしそう、ねまあ、意図的に変えてるっていう描写でもあるし、うん、その人の立場の角度によって本人が意図的に変えてなくても変わるっていう話でもある、ねうん、そう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 ,そうだから僕自分の感覚だけの話で言うと、うん、僕ずっと親しい友達がいて、うん、で本当に普通に喋ると、るとただただ親しいだけですっごいいいやつっていうふうに思ってたんだけど、うん 大人にな、本当にちっちゃい頃からの付き合いなんだけど、うん、大人になって、その彼の別のコミュニティの人と繋がる機会があった時に、うん、死ぬほど酒癖が悪いっていうのを聞いたりして、で、え、でも、自分と目、目の前で酒飲んでる時はそんなところ一切見せない。 っていうこととかがあったりする出てきていいよ、その人、怪物に。わかる全然出てきていいよ。なんかやっぱりさ、人にと接してるとさ、こういう経験って俺一人一つあるんじゃないのって思っちゃうけど。そうなんだけど、でもやっぱり人にこう一貫性があると信じたいっていうのもあるから。だから僕は幸せに生きてきたのかなって思うのはそこ。それをあるあると思えないとそう、あるあると思えないっていう人が一貫性がないっていう。そうね。 ありますね確かにその2段階目だとそれはあると思う1段階目だとこの話は人には一貫性がないっていう話なので人に一貫性がないということを描いている話なのでないいですはって感じそれはこの映画においては描きたいことなのでそれを言っても批判にはならないむしろ褒めてることになる気がするけどなでもう一個加えるとこれね映画のの創作論においいいてもやっちゃけなよ一貫性のないキャラクターをやるっていうのはやっぱりあらゆる境界の に一貫性を持たせましょうなぜならキャラクターだからやっぱ映画っていうのはこれ極論だよ極論でそういうのを教科書に書いてあることだけど人間を描くんじゃなくてキャラクターであってお客さんを喜ばせるものだからだから普通だったら人間だったらんかちょっと違うことしたりとかちょっと悪いことしたりするとかあるかもしんないけどこれキャラクターなんだからしかも2時間だったら。 描けるものに限界があるんだから、うん、ちゃんと一貫性を持たせるっていうのはこれは方法論としてあるわけ、うん、で、それを創作の中で出てくるキャラクターとは一貫性がなければならないと信じてる人がいる一派もあるっていうのはるあるだから映画とかを好んで見る人にとって、うん、自然と映画に出てくる人たちは一貫性がなければならないって思う人 土壌ができてるるような気もすそういうのもやっぱ複合的にあるんだよね多分その人には一貫性があると思いたい人、うん、信じたい人と映画に出てくるキャラクターは一貫性がなければならないと思っている人っていうのが、うん、やっぱり掛け算でいると俺も思ってるから、うん、なるほどうんそれはわ,わかるなそこが、うん、もうちょっと今回は言わないけど、うん、その別の議論にもつながる気がしていて、うん その最後のネタばらしのためにそのキャラクターの要素がっていう話あるじゃないですか<ー>それっていや本当に何かネタばらしのために使われてんのかなってすごい怪しいと思ってて俺もそうだと思ういやそれってだって発する相手を選んでいたっていう話だからそ,<う>でその発する相手を選ばなければいけない苦しい社会だっていうのは設定としてあるわけで,そ,<う>でそれはどちらかといえばよくない社会の要素だよねっていう話。うんうん なっていてい、うん、それはそう示されていなかった相手からの目線が1と2であり、うん、そう示していた相手同士の話が3であり、うん、っていうこともあるよねだからその一環がないといけないと思っている前提の議論だったりもするかもしれないよなと思った、うん、やっぱこれね時間かかるねかかるかかる、うん、もうねその言葉がないことなんですよ言葉がないそう そうなんですよ。だからちょっとできれば、今回で、これで一旦終わるわ。そうそうそう。終わって、ちょっと、まあ、我々が、あの、熱量があり、時間がある限り、ちょっと時間をかけて、そうね。やっていきたい。全然うまくできなかった気がするまあ、今回はだってイントロだからしょうがないよ。まあね、その、しかも別に個別の、 なんかモチーフの議論とかだけをしようっていうのがね、この、そ,そうそうそう、ポッドキャストじゃないですか。そうそうそうで。とにかく僕としてはもう本当に素晴らしかった。うん、で全体を見たもう感じで、本当に最高だったっていうのを、はい、 まあこれからちょっとずつ説明できそうですね。僕はねもうちょっと野バなところまで踏み込んだの個人の YouTube でもう出し出しちゃってますので、そっち今今回のでちょっともやった方はそっち見てもらえるとそっちの方が向いてるから使うわけでもあるん嬉しいです。はい。以上 YouTube とポッドキャストで配信している無限マやかしでございます。ええチャンネルのフォローとか星付けとか五点満点の星付けしてますか？ぜひしてください。ぜひお願いします。よろしくお願いします。以上大島康樹でした。高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。